オーバーハング編です。まあどこにでもありそうなカバー、まあ、こういうのを攻めるのは、2通りありますね。僕の場合はまあポートポジションこのぐらい、そんなに遠くもなく近くもなくっていう感じかな。まあ絶妙な距離感でやっていく上で、結構下が空洞があるんですよ、シェードになってて。で夏場とかはこういうシェードの下につくので、スキッピングでこうやって入れていく。そうするとカバーの下をどちらかというとこうスイミング気味に横方向に引っ張りながら誘っていくことができますっていうのがまず一つ。次はもっと近づいちゃう。船を近づけて、カバーって意外と隙間がすぐ草がね水につく上にちょっと隙間があるんですよ。そういう隙間を上から攻める。こうやって上からね。そうするとどうなるかっていうと、提灯で攻めれるんですよ。ブランブランブランって一点でシェイクして攻めれるんで、こういう風にやって下に浮いてる魚を狙ったりします。でこういう場合はちょっとボートポジ近めね、この距離なんで、で上から攻めていく。寝がかっちゃうんじゃないの、取れなくなっちゃうんじゃないのって思うんですけど、これが結構重要で、誘った後はゆっくり回収する。ゆっくり巻いて回収するとほら出てくるんですよ。なので怖いけど上から攻めて打っていく。である程度誘ったらゆっくり回収ね。こうやることによって、まあ、オーバーハング下からも上からも攻めてでかいバスが釣れるかもしれません。こういうカバーでやってるエリアが結構遠浅で、水深がないところだと、まあ、さっきみたいに船近づけるとプレッシャーかかってしまうんですよ。なのでこういう時は少し遠くからサイドハンドで攻めていく。あんまり近づきすぎず打っていくことも大切です。で時々こうやってね、奥深いところがあるんで、そういうところはもうカバーの奥まで入れ込んじゃって、そっから引いてくる。水深にもよってそのどれだけカバーに近づくかを決めてやっていくっていうのが大切です。急にこうやってね、沖に木が倒れてる場所もあるんで、こういうところなんかはやっぱりバスいる可能性あるんで、しっかり打ち込んであげて遠くからアプローチするっていうことも大切になります。